バモスイフットボールハレリアですということで、本日はガビー徹底解説やっていこうと思いますということで、ハレリア美課金なのでそこまでね、いっぱい選手を取ったりしないんですけれども、今回このガビがめちゃめちゃ強いと思ったので獲得をしました。で、能力はこんな感じですね。で、まあ、タレントデザインを実際に見ていくと、シュート24、パス25、ドリブルに8、クイックレス8、脚力12、エアバット4、ディフェンス4ですね。なので実際スカットによるとこんな感じの能力になってます。はい、オフェンスセンスがしっかりと83あって、ボールコン89、ドリブル91、ボールキープ91で、パスもしっかりと86、83で、キッテルクも、ね、しっかりと80に乗ってきて、まあ、このディフェンスのところですよね。ガビの特徴ですけれども、まあ、守備に4振ってるので、ディフェンス数74、ボールダッシュ76で、アグレッシブネスと守備意識が、まあ、90超えてるっていうところが、めちゃめちゃ守備に参加してくれるので、使いやすいかなと思ってます。フィジカルの項目見ていくと、スピシュンしっかり90超えて、キック力も86で、フィジカルがしっかりと76あるっていうのが、まあ、この小柄のドリブラーのタイプでは結構珍しいので、ここはかなり評価できるポイントかなと思ってます。で、ボリコンスタミナもしっかりと90超えてるので、まあ、結構欠点が、まあ、ないような選手なのかなと思ってます。で、実際にスキルを見ていくと、まあ、ダブルタッチとかワンパスルーパス、あとビジョナリーパスとか特殊スキルとして持っていて、まあ、スライディングタックル、闘争心とかシューラーコントロール、そもそも結構いいスキルを持っているので、個人的に追加のスキルのおすすめとしては、ワンタッチシュート、あとはミドルシュートとか、まあ、基本的にはそこら辺になるかなと思ってます。まあ、後半から入れることもあるかなと思って、ハレリア一応ねスーパーサーブをつけてますが、まあ、ここはお好みかなと思ってます。で、やっぱりこの逆足の頻度精度が最高高いみたいなところで、逆足もめちゃめちゃ使えるので、まあ、ここが結構中盤で、両足でパス出す機会っていうのはあると思いますので、まあ、ここはね後ほど見ていただくハイライト動画のところで、あ、左足馬っていうのは感じるシーンがあるかなと思ってます。ということで、このねショータイムガビですね、実際にプレー集がありますので、そちらをご覧ください。どうぞ。このシーンですね、まあ、このシュート外してしまった後、メッシでキープして、シューキャン、スパキャンとか入れながらかわしてって、ダブルタッチガビですね。まあ、これね結構シンプルなシーンなんですけれども、まあ、やっぱりこのゴール前で細かいタッチができるっていうところと、やっぱりこう2列目っていうところでしっかりとこう前線に入ってきて4トップみたいになっているところが結構いいかなと思ってます。まあ、これ結構ロングカウンターだとこの2列目の選手が全然上がってこなくて、まあ、なかなかね得点が取れないっていう方多いと思いますけれども、2列目使うとこの4トップ気味になるので、ここがねめちゃめちゃいいポイントかなと思ってます。まあ、このシーンもそうですよね。2列目で上がってきて、若干フォートップ気味になって、まあ、そこからムバッペに出してって、シュートですね。まあ、これゴール決めたのはガビ選手ではないんですけども、このパスのところとこの動き出しですよね。しっかりとここに毎回2列目が上がってきてくれることによって、まあ、これカイルウォーカーですよね。相手のセンターバックが釣り出されて、でここでムバッペが抜け出すというところで、まあ、ラインがね崩れてくれてるっていうところですよね。この2列目からの飛び出しっていうのがあるだけで攻撃がめちゃめちゃ簡単になるので、まあ、やっぱりこのプレースタイルっていうのは今の環境とマッチしてるかなと思ってます。で、ここで逆足の精度最高が生きてきてます。この左足で出すパスっていうのは、まあ、特にトップ下とかちょっと左側とかに置く鉄板の形ですと、マラドーナとかしか、まあ、このねいいパスっていうのは出せなかったんですけども、しっかりとこのガビっていうのは逆足の頻度が最高なので、ここはねぴったりと通してくれてますよね。まあ、ここがね右利きの選手とかだと結構ずれてしまってるイメージなんですけども、ここをねしっかりと通してくれるのがガビのいいところかなと思ってます。で、ここムバッペからガビに渡してワンツーして走らせてトラップしてシュートですね。まあ、ここなんかもねめちゃめちゃいいですよね。これね何がいいかというと、まあ、シンプルなねワンツーのシーンなんですけれども、これガビじゃなくて例えばここでウリヘイネスとかだと中にトラップするときにちょっとねもたついてしまったりとか、でかいタッチになってしまってシュートがなかなか打ちづらっていうのを考えてね、ニアにトラップしてニアにシュートを打つっていう判断をすることがあるんですけれども、このガビのように小柄でタッチの細かい選手っていうのはここでね判断を
しっかりと根幹の方が確率が高いなっていう時にはしっかりと内側にねトラップできるっていうのが結構いいポイントかなと思ってます。まあ、ここもねちょっともたついていると、まあ、内側の選手とかカイルウォーカーとかにつつかれてしまうので、まあ、ここら辺やっぱトップ下で小柄な選手を使う、強みっていうのは出てるかなと思ってます。はい、次のシーン見ていきましょう。メッシでここでムバッペに出して落として最初と同じですね、ダブルタッチしてシュート。まあ、ここもね2列目でしっかり飛び出してきてくれてるので、まあ、これゴール前でダブルタッチしてシュートですね。本当に毎回ここにちゃんと上がってきてくれるので、まあ、ここがチャンスメーカーとか無印とかだと、まあ、上がってくる時もあれば上がってこない時っていうのもあったりするので、毎回ね上がってくる2列目っていうのは非常にね優秀なのかなと思ってます。でここもメイヌ上がってきてガビが上がってきてインパクトですね。まあ、これもめちゃめちゃいいですよね。まあ、これそもそもメイヌーも非常にいいシーンになってるんですが、まあ、このタイミングでしっかりとね、まあ、パスアンドゴーとかもちろん何も入れてないんですけれども、画面一番下のところでおそらくレオンですかねがセンターバック引っ張ってるので、まあ、真ん中のねスペースがガラ空きになってそこにね2列目が走ってくるというところで、何も難しいことはしていないけどしっかりと相手の陣形を崩せてるっていうところで、この2列目っていうのはめちゃめちゃね評価高いかなと思ってます。最後のシーン見ていきましょう。このシーンもそうですね、2列目で上がってきてスルーパスを出してここでルーレットを入れてインパクトシュート。これもねすごいいいシーンだったかなと思ってます。まずこのシーンですね、2列目っていうのは毎回上がっていくので3トップ使ってる人は4トップ気味になるっていうのを頭に入れておきましょう。まあ、このことによってね攻撃力上がりますし、まあね、しっかりとシュートで割れば、まあ、守備っていうのも安定するかなと思ってます。でここのねルーレットのところを解説していくと、まあ、ここはね大越さんのこのアラウホっていうのが少し後手で守備で突っ込んできてるので、並走したタイミングで、ルーレットの入力を入れてあげて、まあ、これでねダッシュで内側にドリブルしてインパクトシュートですね。まあ、こんな感じでねガビはめちゃめちゃ強いので、まあねまだ取っていない方はショータイムでぜひねしっかり狙ってみてほしいなと思ってますし、このメイヌとあと残りのカイルウォーカーもめちゃめちゃ強い選手になってるので一緒にね狙って取ってほしいなと思ってます。はい、ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。チャンネル登録高評価まだの方いましたらぜひよろしくお願いいたします。また次の動画で会いましょう。バモスいいフットボール。